今日は集まっていただいてありがとうございます。もうすぐハロウィンだから、ミキたちハロウィンにちなんだものをたくさん用意したの。いろんな催し物がありますから、皆さんいっぱい参加していってください。ではハロウィンイベントスタート。では次のクイズです。見事正解するとイベント限定パンプキンキャンディーをプレゼント。わーい、アンズ頑張っちゃうよ。キラリも負けないよ。それではいきます。ルミナスのメンバーで10月が誕生日の子は誰でしょう。リミクちゃん。おっと、2人同時に回答だ。両方とも正解だと思うけど、2人とも正解にすればいいと思います。ここですか？ああ、近くでハロウィンイベントをしていてね。ディレクターがここで待っていてほしいそうな。わかり、はい、もしもし。わかりました。レオンさんにもお伝えします。レオンさん、ディレクターさんが私と一緒にイベント会場に来てほしいって。ああ、わかった。少し待っていてくれ、アヤ。ハロウィンスペシャルじゃんけん大会、みんなには私たちとじゃんけん対決してもらいます。最後まで残った人は素敵なご褒美をあげちゃいますね。それじゃあ1回ね、いきますよ。まだたくさんの人が残っていますね。まだまだいきます。ファンの人いっぱい。デンカちゃん大丈夫？アマナもお菓子配るの手伝うよ。大丈夫。デンカももうちょっと頑張る。こうやってファンの皆さんと交流するとアイドルしてるっていう実感が湧きますよね。こう皆さんからパワーをもらって。じゃあアミたちはウサミンパワーならぬお菓子パワーを充電だ。あこあこも、このクッキーなかなかですな。ほらアミ、マミ、ファンの人たちに配るお菓子をつまみ食いするんじゃないの。うわぁ、ハロウィンの悪魔が出た。妖怪お兄ちゃんだ。食べられちゃうぞ。逃げろ。誰が妖怪よ。あってこら、待ちなさい。あらあら、リツコさんもアミちゃんもマミちゃんも楽しそうね。アズサ、あれが楽しそうに見える。自分の分は全部配り終わったぞ。みんなはどう？あれ、響きさん向こうでシーツをかぶってお菓子…シーツ？自分は吸血鬼の役だったぞ。え？それでは、あのシーツの方は誰だったのでしょう？いや、私はジャックオーランタンの集まる中に響き…まさかちょっと急ぎましょう。プロデューサーさん、ここで見ていてください。私行ってきます。ちゃん、ちょっといいかな？怖く、どうして？私、あやちゃんに、どうしても伝えたいことがあるの。私、本当はアイドルを続けたかった。あやちゃんと一緒に、今だからわかる。あの時は、自分の思いがわからずに、自分から逃げていた。怖く、何を言ってるの？全然話が見えないわ。謝りたいの。それに。謝る？ユニットが解散したのは私のせいなのに。なんで琥珀が謝るのよ。ううん。
何それ。ステージで失敗したのは私よ。そして琥珀はいなくなったんじゃない。たまって消えたと思ったら突然現れて、私が掴んだチャンスに立ちはだかった。一体何なのよ。そうだったんだ。まだまだ全然だな。私自分のことは見えてない。あやちゃんがそんな風に思ってるの。黒いプロに残った私の気持ちなんて。あのね、今日はあやちゃんに伝えたいことがあってきたの。アイドルを楽しいと思えたのはあやちゃんのおかげなの。あやちゃんがいなかったら私アイドルになったから。何それ。え、ずるいよ。ルミナスでアイドルに戻って琥珀ばっかり完璧で楽しそうで、そんなの許せない。私にはディアマントしかないの。なのに、なのにまたあの時と同じようにステージで失敗するんじゃない。あやちゃん、でもね、私は絶対に諦めない。アイドルは私の憧れ、そして輝き。ステージに立たなかったら私には。私がステージに帰ってこれたのはどこかであやちゃんとつながっているからだと思うの。今度のルミナスの新曲で、いっそ出会わなければ、歌詞を見ていて思ったの。私、ハウ、戦うの間違いじゃない。それが許されるのは、ステージの上だけよ。奥空、ありがとう。よく正面からアヤと向き合ってくれ。でも、まだアヤちゃんはコハクちゃんを見ることができないみたい。コハクちゃんとアヤちゃんは、もっとお話しするべきだと思うんで。あれは、私ともう話をしたくないから。それはどうかな。少なくとも、奥空を拒絶しているようには許されるのはステージの上だけ。この言葉が素直なアヤの気持ちじゃ。そういうこと。とはいえ、今のアヤの状態ではハロウィンオータムには立てないかもしれない。その時は私たちだけでも選抜を勝ち抜いて、アヤちゃんの帰ってくる場所を守る。ああ、琥珀ちゃん、ありがとう。次はハロウィンオータムで会いましょうね。それと、何が起きても琥珀ちゃんはあやちゃんと会ってあげて。あやは誰よりも奥空に会いたがっているはずだ。はい。最高のステージにしますので、楽しみにしていてください。はい、見守っててくださいね、プロデューサーさん。みんなお疲れ。超楽しかったよね。ええ、とっても。たくさんのファンの皆さんとお話ができたし。そうですね、たまにはこういう企画もいいかと。とってもとっても楽しかった。
月末直前のイベントなので少し急だとは思ったんですけど、やってよかったです。ファンのみんなの笑顔が間近で見れて最高でした。アイドルの原点？ファンの皆さん、そうですね、そういう意味で我らの歌声は。それでは。あれ、拍手？そ、あ、あ、今週も半分。火を締めて鋭く。た。ほうですかね。や。た。さあさあその調子。さい。せい。わ。お。やった。うん。ほら集中。なんか。それじゃあ。お疲れ様でした。もう思いっきり体を動くまこと。いや、アイドルは、という、今から女子会。はい、プロデューサーさんも、可愛い魅力の出し方。プロデューサー？それは翼たち、3人にお任せなので、3人ともすっごく可愛いから。まことちゃん、安心してください、プロデューサー。次に会った時には、僕の可愛さにびっくりしちゃうかもしれ。なるほど。ここ。そうそう、うん。それじゃあ。わかった。できるだけ。あ、はい。
様が待っておられます。全てはプロデューサー様のお導き、リンゼのわがままでこのような素敵な舞台を。はい、これほどのファンの皆様、リンゼはルミナスのウォークに感謝し、はい、その今日の活動結果は進捗確認は以上。お疲れ様です。次回のレッスンでプロデューサーの方こそあまり無理をしないように。記念日ですね。
よろしくお願いします。良い感じかと。良い感じかと。どうしたのプロデューサー、カフェに誘ってくれるなんて珍しいじゃん。気にしなくていいのに。でも気にかけてくれて、うん、そう、みんなすごいんだよ。ミキちゃんなんて、テンカちゃんみたいに、みんなそれぞれそういう、うん、そう。みんなで切磋琢磨。確かに、そう、プロデューサー、うん、あたしはカリス。すごいじゃん。みんなの動きが、そうね、思う他の方と感情、この調子なら、うんうん。今日はファン、無事目標、お疲れさ、その心強い、いろいろ、うーん、ペットおらない、
君に預けた呪われた楽曲はどうなったか。あー、でも今月は停電し、いえ、さて先行ステージも残りし、こう通過すれば次。新曲を披露したい。日々の鍛錬が。はい。やあ、グリュース・コート、ルミナスの皆さん。あら、レオンさんとシーカちゃん。今日はお互い。あやちゃん、なんでもありません。夏みたいに私たちは圧倒的なパフォーマンスを見せる。そうだね、ルミナスは変わりました。ディアマントの皆さんのように。では私たちは控え室に行ってますね。さすがディア、バカズが今こそ。
許して、して。なるほど。やるじゃないか。とっておきの楽曲があるという噂だったけど、こんなすごい隠し玉。皆さんの強い感情が。あや、あやちゃん、大丈夫です。そう、トップアイドルになるためなら何も問題ない。それを社長に証明し、あれ、あや、レオンさん、あれ、おかしいな、声まで震えて、私、今日のライブ、あやは出なくていい。私とシーカの二人で出場する。レオンさん、あやらしくないね。今の姿をよく見て。私もその方がいいと思う。あやちゃんのそんな姿を見ていたら。調子が悪いことは誰、こういう時こそ頼ってほしいね。そうだよ、あやちゃん、大丈夫、任せて。レオさん、シーカさん、本当に。社長には私から話しておこう。はい。シーカ、ステージまで時間がない。はい。プロデューサー、やりましたよ。まこと、次はディアマントでしたよね。そうなのかい。あやちゃん、な、あやちゃん、今が、琥珀ちゃん、そうで、あずささん、つむぎさん、あ
ありがとうございます。私行ってきますね。あやちゃん帰って。どうしてよ。関係ある。大事って、今さら何なのよ。急に私の前からいなくなったくせに。ごめんなさい。あの時の私は自分のことが分かっていなかった。でもね、今なら分かるの。昔のことも。は？何急に。私にとってあやちゃんは輝いていた。今あやちゃんは私の憧れだもん。何が言いたいの？全然わからん。琥珀は最初から何でもできた。だから私は何でもすること。琥珀に追いついていくのです。あんたがいなくなって。私なのに。それに、それな、レオンさん。あや、それアイドルなら。それが捨て。そっか。だったら私はいつも勝つためにステージに。いいわ、今すぐやってやるわよ。ただしステージに上がるからには。うん。ありがとうございます。ステージを用意していただいて。プロデューサーさん、私たちのこと見ていてください。あやちゃん、準備はいい？いつでも構わないわ。それに
あんな楽しそうな琥珀を見せられたらますますそう思うに決まってるじゃない。琥珀から目が離せない、あの強い輝き、今はただ琥珀に勝ちたい。覚悟しなさい琥珀、私の方が上だってこと証明してあげる。何よ、感想はそれだけ？こっちは真剣に戦っているって。あの、いかがでした？ちょっと、ここまでやってそれはないでしょ。いや、プロデューサーの判断は正しい。さっきのステージは。うん、あやちゃんも琥珀ちゃんもとっても素敵なステージ。レオンさん、シーカさんまで。なら仕方ないわね。引き分けってことにしてあげるわ。でも引き分けか。私、あやちゃんに勝ちたかったな。私もよ。おかしい。あやちゃん、ちょっと。あなた知らなかったの？まあいいわ、教えてあげる。琥珀と私、一緒にアイドル活動をするようになってしばらく経った頃、ライブ中に私が大きなミスをしてしまったの。ステージで倒れたの。まあで、琥珀のお母さん真由美さんとうちの社長が話をした結果、解散となったのよ。私も直接聞いたわけじゃなくて、二人が話しているのを偶然聞いただけな。真由美さんが、あやが潰れてしまうから琥珀をやめさせるって。あやちゃん、今更かもしれないけど聞いてほしいの。私、あやちゃんとユニットを組んでいた頃、だからいつも他の人の真似をして、あやちゃんと一緒で楽しかったはずなのに、その気、お母さんから急にユニット、きちんと説明もできずいきなりいなくなって。あやちゃん、それと琥珀、そっか。誰よりもすごいアイドルになりたく、歌も踊りも完璧だから、あなたに追いつくため、私は毎日必死になって練習を。ユニットが解散して黒いプロで下積みをしている時、けどいつの間にか、あの時や琥珀に認められたかったってだけだったんだと思う。一人で頑張りすぎて疲れちゃってたのかな。もっと早く、おやちゃん、でももうだね。それは夏を過ぎたくらいから私とユニ、悔しくてって、うるっ。はい、とにかく改めて、今度こそ絶対に勝ってみせるわ。うん、ライバル。望むところよ。この決着はスターリットシーズンでつけるわ。うん、スターリットドームで待ってる。そこのプロデューサー、ルミナスが大会の途中で落選するなんて許さないんだから。まずは社長、謝る必要はない。そうだよ。さあ皆さん、あやちゃん、よかった。はい、レオンさん、シーカさん、改めて本当にごめんなさい。私の勝手に巻き込んでお二人には迷惑をかけて。気にしないで、アヤが元気になってくれてよかったよ。
あやちゃん、私たちは仲間なんだから。はい、ありがとうございます。さて、残りは社長をどう説得するか。大丈夫です、ちゃんと話せば分かってくれると思います。私、社長に謝ってきます。レオンさん、シーカさん、ありがとうございます。あや、何の用だ？私は忙しいんだ。社長、今日は申し訳ありませんでした。ここ最近の私の不調は、すべて自分の心の弱さが原因です。そのことを誰にも話さず、抱えたままにして、簡単に許されるとは思っていません。ですが、社長、お願いします。私に、もう一度チャンスをください。あや、私は結果を出せと言ったはずだ。だが現実はどうだ。ライブ直前で参加辞退など、ゴンアイドルの世界にもう一度なんて甘い話はない。諦めたまえ。あや、君は心のどこかで甘えていたのではないかね。失敗しても、ディアマントは。いや、黒いプロは、そんな甘い考えのアイドルなど。社長のおっしゃる通りです。私は、周りのことすべてに甘えてディアマントを結成することになって、最初は、レオンさんやシーカさんに迷惑をかけないように、ただ二人についていければいい。そう思っていました。でもそれは間違いだったって。私もディアマントのメンバーだったら、レオンさん、シーカさんの背中を追いかけるだけじゃダメ。並んで対等な立場でパフォーマンス、私は二人よりもすごいアイドルの頂点になってみせます。アイドルは、ディア、いいね、アヤ。ずいぶん大きなことを言うじゃないか。アイドルの頂点、素敵だと思うよ。私もアヤちゃんに負けてられないな。で、社長、私とシーカ、それに、社長、お願いします、社長。今回のみ、アヤの、ありがとう。ありがとうございます。次はない。私は今日の事後処理が残っている。社長、今回の件、少なからず被害は受けたが、結果的にディアマントの意思は統一されたか。10月のハロウィンオータムの評判ですけど、 SNS ではルミナスが一番良かったみたいで。ルミナスは個人として、そうですね、きっとだってみ、このままのどうしてディアマン。でもルミナスも強いですよ。琥珀ちゃんが辞めそうになった時、私絶対に、プロデューサーさん、
まだまだいける。私前より軽くなったみたい。体が動くわ。ああ、見ていてすがすがしくなる鋭さだ。あやちゃん、元に戻りましたね。ううん、それどころか前よりもっと動きが良くなっています。そうだね。うかうかしていると私たちも足元を救われるかもしれないな。そうかもしれませんね。では今の続きは。待って、あやちゃん。レオンさんとシーカさんのお二人は間違っているところ、実力が足りないところ、そんな時があったらすぐに教えてほしいんです。ディアマントは三人のユニットです。そしてユニットの名前が示すようにダイヤのような輝きを放つユニットにならないと。だから私たち三人で一つになりましょう。いい目をしているね、アヤ。それにはっきり意見を言ってくれて嬉しいよ。今まではどこか遠慮して。それでいいんだ、アヤ。私たちはさらなる高みを目指す仲間だ。遠慮やき。はい、ルミナ。ああ、そうだね。けど、はい、アヤがプロデュースの私たちの力を一つにする上で、レオンさんも私も気づいてたよ。アヤちゃんの気持ちも頑張りも。一人で懸命だった頃のアヤを見てきたからディアマントのメンバーに推薦したんだ。レオンさんを引きつけたその力、それが今ディアマントには必要だから。さらなる高みに行くためにね。ありがとうございます。新曲のレッスンを止めてすみません。アヤ、これから私やシーカがどのように演じればいいかイメージはできてる？もちろん。レッスンだけじゃないプロモートも、レオンさんやシーカさんといえども手加減はしません。私のプロデュースに妥協はないわ。え？最後までしっかりついていくからね。ディアマントが目指すのはトップのみ。さあ始まるわ。私たちのスターリットシーズン再開よ。プロデューサー、最終選考会に向けて一つ。そういう話なら。ミカさんずる。私もちょっと。そうだ。私たちこれから最終選考会に向けて何をしたらいいか。完全体になったディアマントを倒すには修行するのがいいと。それじゃあディアマントが悪者みたいになってるし、あとするのは修行じゃ。はい、8月に皆さんと一緒にレッスンしたパフォーマンスをもっと磨けたらって。私もそれ考えてた。あのステージに桜が咲いたような、そんなパフォーマンス。あの時のパフォーマンスはルミナスが心を合わせて生まれたものだった。みんなめっちゃ個性的なのに、そこがルミナスのすっごいところです。お互いが8月の時と同じようにまた新たなパフォーマンスが見出せる気がする。あの時はみんなでお花見パーティーを想像して。はい、お月見パーティーを思い出す。そうですね、夜空を見上げ。うん、いいわね。新しいパフォーマンスを生み出すには